午後はドキドキ終わりました。はい、聞いてくださってありがとうございました。たくさんのメッセージありがとうございました。飛行機の思い出、皆さん様々にお持ちでしたね。様々でしたね。今日は羽田空港の誕生日ということで、羽田空港誕生日おめでとうございます。よく使いますね。また行きたいです ね、はい、ね、私必ず東京バナナ買って帰るんです。お土産ね、迷います ね、 ね。でもやっぱり東京バナナがね、うん、一番人気なんですよ。やっぱりもらって嬉しいですもんね。そう、 あれをね、で、あの最新のものが出たりしますよね。東京バナナの味のちょっとこういちご味だったり。変わってきてます。いや、あの基本もあるけど、うん、いろんなその時期によって、はい、ちょっとマーブルっぽいのがあったりとかして、そういうのも買って、うん、まあ、大体あの羽田空港では東京バナナ買うようにしております。そうなんですか、はい。僕はね、今日放送中に言いたい一言があったのに忘れたんですよ。ね、ラジャー。パイロットの人が必ず言いますでしょ、OK っていう時、はいはいはい、ラジャー。何かあったらラジャーって言おうと思っていたのに、はい、忘れてしまったんですよ。いや、やっぱ使いこなしてないのでなかなかすぐには出んもんですわね、本当に。ラジャー、まあ、でも私も最初に乗った頃は、うん、それこそ CA さんの救命胴衣の説明を食い入るように見て、あのオレンジ色 の、 オレンジ色の、うん、で前をちょっと開いて、はい、で膨らみが足りない時にはもうこれじーっと見てましたよ。でまた降りてから真似したりとかね。あ、真似してどういう風にやるんですか。これですね、ということで、今コロナ禍でなかなか飛行機に乗りにくい時代ではありますけれども、また飛行機に乗って世界に出かけたいですね。行きたいです、ということで今日は飛行機の誕生日でした。飛行機の誕生日じゃない、羽田空港の誕生日でした。午後時はまた来週、はい、またです。